各地で桜の満開後初めての週末は晴天に恵まれ、名古屋の平和公園は朝から大勢の花見客が訪れました。新型コロナウイルスの影響で宴会などの自粛が呼びかけられ、間隔を空けてシートを広げたりテントを張って花見をするグループも見られました。全然いないですね。気分転換みたいな宴会が少ないよね、うん、お花見が終わった後なんて朝ウォーキングするともうすっごいゴミですよ。いつもはお弁当持ってお花見行くんですけど、今年はもう写真だけ撮って終わろうかな。